はい、こんにちは、ミライです。ですね、ヒュミスさんでしたっけな？iPhone ケースの方を少しご提供していただいてるので、ちょっとね、iPhone 6 Plus の方もらったんだけどね、僕が持ってるのは iPhone 7なので、iPhone 7の方にね、このケースと、これね、確か安いんだよね、1000いくらだっけな？ 1600 円くらいで買えて、安くて、まあ、評判のいいと、星がね、星14件ついてて星5ですね。はい、めちゃめちゃいいケースと、フィルムはレビューがついてない。ってことは、僕は初めての YouTube でレビューをしていきます。はい、同じ会社ですね。なので、まあ、サクッといっちゃおうと、まあ、わざわざねこのね公式サイトになってると、まあ、Amazon に載ってることをそのまま言うのも面白くないっていうね、ていうかみんなで見たいのはね実際どうなのかと、つけてどうなのかっていう感じです。はい、ね、なので僕の顔は映しません。ちょっとね暗くてねピントねあれなんだけど、なんかねなんだろう、なんか模様がついてるね。で、ボタンの方はこんな感じかな。うん、まあ、実際つけてみると分かんないけど、でも結構ちっちゃめかな。で、ライトニングの方もなんかこれは綺麗に一個一個穴が開いてる感じですね。うん、良いと思います。で、後ろはシンプルに何もなしと、お、これ外れるんだ。なるほどね。これはこれで使えるのかな？まあ多分使えないことはないんだろうけど、推奨されてるかどうかはわかりません。はい、じゃあ、つけていきましょうか。じゃあ今外してるやつ外しまして。で、まだフィルムも貼ってあるんでね、これもどんどん剥がしちゃいましょう。ちょ割れちゃったんだよね、これ。わわわわわ。まあちょうどいい機械なので。汚れてます。じゃこれもね、上に、あ、なんかねすごい余裕ある、余裕ある、なんかね余裕あるんだけど、でもこれねちょっと、あ、でこれねほらなんかねちょっとね出っ張ってるんだよこれ。もうこれ今ガラスフィルムついてないからまあいいんだけどさ、いいよくはないんだよ。ガラスフィルムついてなくても割と安心だけど、まあ僕はちょっと落としたりするのでガラスフィルムの 方も貼っていって、このね、これ確かね普通の、フィルムじゃなくて全面保護なんですね。まあ貼ったら分かりやすいでしょう。じゃあちょっとね、ガラスフィルムを張り替えるので、またケースを外してね、やっていきます。綺麗に拭いてね。これね、ここ一番大事な作業。はい、すいません。中開けるの忘れてましたね。はい、中身はこんな感じだ。ででん、ハッピー？ノートハッピー？なんかどっかで見たことあるな。気のせいだ。気のせいだ。よし。なるほど。不具合にはいつでも対応できるよとメールアドレスが書いてありますね。はい、ありがとうございます。ハッピーです。ハッピーです。で、なんか、貼り方って書いてあるけど、まあ僕はプロなんで。で、あ、あれだこれ。これあれだ。拭くやつだ。画面拭き拭れるんだ。ほら、なんか入ってるも入った。あるんだ。でもいいや、もうちょっと僕これ画面拭き用意しちゃったんで、これ拭いちゃったからいいや。で、内容物は1枚ですね。これはこんな感じです。後ろ白い感じだね。でね、ここね、ここガラスなの。ガラスで、ここはね、なんかね、なんかペットなのかな、わかんないけど、なんかペット、プチペットって書いてある。ペット、なんかプラスチック素材で。なので、縁から割れるってことはかなり少ないですね。まあ、そもそもペットボトルがひび入らないペットなんでね。じゃあ、つけていこうか。ね、でもセロテープでね、ホコリを吸着するところからね、やっぱね、見えなくてもね、絶対ね、目に入んなくてもちっちゃなホコリは絶対ついてるんで、もうね、もうこれ以上ないってぐらいに、これをどんどんね、吸着していきましょうか。一回ね、シミュレーションもね、うん、どうにかなりそうですね。よし。やっぱ全面保護なんでね、その縁がね、iPhone7 とか iPhone6 からはなんか縁が丸いので、結構、まあ難しかったりするんだけど、まあ、結構ほぼほぼ全面覆うやつなんでどうにかなるっしょ。さあ、行こうか。これを最後に吸着して、ちょっとフィルムを剥がした状態で、ゴー！よし。これでジャスト。ホームボタン合わせて、ちょっと顔入ったらごめんね。あ、ホームボタンあった。ホームボタンは完璧。完璧よ。完璧で。あ、これもやべえ。神かもしんない。やべ、神かもしんない。ほら、完璧。おー、もうやばい。あー、完璧。あー、いいね。いいわ。はい、完璧で。あー！いや、完璧ではなかったけど、まあ、いいだろう。結構、これね、ちょっとまだ、うちのね、素材が違うので、わかるかな？ちょっと気泡入ってるんだけど、まあ、多分そのうち抜けてくでしょう。はい、気泡ってなんか最初はね、1週間ぐらい経てば完全に消えてくんだけど、いいね、やっぱいいですわ、この全面保護。わかるこれ、その、普通のやつだとさ、ここにね、段差がさ、できちゃうんだけど、ほら、このね、境目が非常に美しい。で、外はね、この、縁からね、よく割れることあるんだけど、外はプラスチックなんで、違うわ。まあ、ほぼ大丈夫でしょう。そして、こうね、縁を覆うフィルムの弱点、たまにケースと干渉する。いや、これね、干渉するかな？しないことを願うんだよな。頼みますよ。でもさっきちょっと緩かったから。あ、完璧だ。干渉で、干渉するとね、浮いちゃうんだよ、端が。いや、浮いてないですね。浮いてないですね。まあ、ここはまだ気泡入ってるけど、いや、いいよ、いいぞ、いいぞ、いいぞ、これ。ほら、もういい。ほら、こうも安心。カメラも、出っ張りがね、カメラも出っ張りがあるので、こうね、ほら、安心して、落としてもいいから。まあ、落とさないのが一番なんだけどね。で、縁が、こんな感じ。こんな感じですね。
あ、マナーモードの時は確かに結構爪でやんないといけない感じはありますね。爪がちょっとないと難しいかもしれないですね。でも普通にボタンはなんかね、いい感じ。本当にボタンって感じ。なんかプニプニ感はない。カチって感はめっちゃある。アップル。はい、いい感じですね。はい、パズドラを起動してね。もう、あのね、最初はまだね、コーティングがついてるかわかんないけど、まあ、全然普通に指でもね。まあ、ちょっと今湿度が高いからちょっと引っかかったりはするんだけど、まあ、こんな感じで。普通に、パズドラもね、やってみましょうか。その、タッチペン、スーペンっていうやつをね、使ってやっていきましょう。あ、もういい、いい、もうすでに、ちょっと適当にね。このね、ぬるぬる感が伝われば、ほら、ほらもうやばい。あ、もうめっちゃ滑る。超滑る。うわ、これやっぱこれまでね、やっぱね、ガラスフィルムはね、定期的に張り替えないとね。ほら、めっちゃほら、もう、まあ、滑ります。いい感じに滑るんでね。はい、まあ、以上のような感じでね、今回使った、紹介したね、ガラスフィルムとケースの方ね、両方 iPhone6、7、iPhone7 Plus 用もあるのでね、まあ、ぜひとも検討していただければいいのかなと思います。はい、以上でこの動画を終わります。ここまで見ていただいた方、ご視聴ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。